はい、東京投資クラブの山口と申します。今日はですね、あの全国大家の会さんでね、僕がセミナーすることになりました。日にちがですね、4月16日、これは土曜日ですね。13時半から、16時半、僕のパートがですね、15時から、16時の、1時間のパートになってます。あと質疑応答もあるんでね、いろいろ聞いていただければと思うんですけれども、題名がですね、元8級サラリーマンでもできたファイア投資術。元8級サラリーマンでもファイア、コツコツ不動産投資という題で、僕がお話しします。13時半から16時半の3時間なんで、いろんな方がお話しするんですね。例えば一番最初にお話しする方なんかは、今知っておくべき外国人入居者対応のノウハウ共有。僕もですね、外国人の方は今は入ってないんですけれども、例えば生活保護の方や結構高齢の方なんかも入ったりして、障害者の方なんかも入れてますっていう感じで、外国人の方なんかもですね、どんどん入れていきたいんで、結構楽しみな内容のセミナーです。2番目の方はですね、これは税務関係ですかね、不動産法人化による税金対策ということで、僕もですね、やっぱりこう法人化っていうところ、今はまだ個人でやってるんですけども、法人化っていうところもね、興味あるんで、すごくいい内容だと思います。で、僕のセミナーのまあなんていうんですかね、いいところ、例えばなんか不動産で成功する人って、何かにこう秀でてる人が結構多かったりするじゃないですか。例えばもともといい会社に勤めてた、公務員だった、お医者さんだったっていう感じで、銀行からの融資が引きやすい人だったりするんですよね。ただ僕の場合はですね、元8級サラリーマン、なんとですね、給料の手取り額は、これは言えないですよね、当日セミナーで言いますけれども、もうとにかく低かったですし、銀行の評価もとても悪かったんですよ。まあそんな中、僕がどうやって不動産投資してファイアしてきたか、実際僕今41歳なんですけれども、2008年に28歳の時にファイアしてるんで、そんなね、低属性の人でもファイアできるんだって、そんなお話をですね、したいと思います。僕と同じ属性の方だったら、とても勇気が湧くセミナーになると思いますんで、ぜひね、聞きに来てください。お申し込みとかは、この YouTube のね、プロフィール、YouTube のプロフィールのところにですね、この YouTube ページのコメントのところに、リンク貼っときますんで、そこを参考にして、申し込んでいただければと思います。皆さんもぜひですね、いろいろ、この勉強会で学んで、実際ファイア目指して頑張っていただければと思います。今回はですね、全国大家の会さんのセミナーのご案内でした。ご視聴ありがとうございました。